今日は、ちょっと大好きなクリートのね、コイルばらしてみました。この後はやる予定のね、ここへまたコイル組み込むんですけど、それは真似しないでくださいね。 0.27 もこんな感じですね。この辺はなんかほらカンタルっぽいよね。ね、普通に24ぐらいのね、カンタルっぽい感じしますね。でここなんかね黒いんだけど見えないんだろうな、これな、これ多分クラプトンですね。ここの部分が最初こんななってね、ここだけ焦げたのかなと思いましたけどね、実は違ったんですね。バラすのはね簡単なんですけれど、で絶対におすすめしないんですけど、やってみたくなるのが、プリメイドのコイルを自分で詰めるね、これ絶対やってみたくなるわけです、ね、で今日は、大好きなクリートなんで 0.27 オームこんな感じです。ここら辺がクラプトンになってますね。おそらくこうやってピッと張った状態でこっから32かなんかぐる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 巻いてるんじゃないかなっていうところですね。で一つね驚いたのが、これコイル抜いたんですけど、抜いたんですけどね、ここシルクのようにね残ってるんですよ。これフィルターがね、フィルターでしょうねこれね、多分ね見えるかな、うまくね、こんな感じなんですね。これ残ってるんですね。でさらにすごいのがね、この中のねコットンがねこんな感じですね。ちょっとこれね、これぐらい、これねコットンなのっていう、なんかねこんなパラッパラ状態重なってるんですよ。これが何枚もこう重なった状態、こんな感じでね詰まってたんですけど、これどう見てもねコットンっていうか和紙みたいなね、紙みたいな感じします。ちょっと裂いてみますね。なんかやたら手がでかくなる、ほら裂けない、相当力入れてますよ。指見てください、やって今裂けてるかな、ここね、ほらすごいです。こんなんがね巻いてありますね。音聞こえるかな、ギューギュー言ってますけど、こんなんがね結構ガチャガチャと入ってますね。実際にこう真似しないでくださいね。見よう見まねで下手なことやると事故のもとですからね。でこれ 0.27 オームでしたね。これねこんな感じですね、見えますね。でこっちね 0.4 オーム実際にこうばらしますけど、これ結構ねドライバー突っ込んでみんな外してますけどね、これ割とバッていくとねバッて取れちゃいますね、ポン。でここにパッキンがありますけど、これアースするものとね、アースしない方で、まあ要するに、通常のポストでいうプラスとマイナスの役目になりますので、でこの絶縁のこのゴムを外すとこういう感じです、ね、見えますかね。1個はこの中にね通して中に通すと接触してない、であとは1個外側こんな感じでね、で中にねこう縦巻きでこう入ってるんですけどね。で前のタイプのアスパイアのね、この前のタイプのやつは後ろからペンチとかでグッと押してね簡単に出たんですけど、これね結構出ないっす。なのでねこれ引っ張り出しました。違うね、ちょっとやってみますね。
このワイヤーの出てる方を向こう向けて、こういう形です、ね、これちょっと押したらどうなのかなって、出るかなね。普通はこれでね、押してると出るんですけど、これ出ません。なのでしょうがないので、ここのねワイヤー、これ引っ張るしかないんです。こんな感じでね、クリクリと出てきましたね。見えますかね。ちょっと今頭かぶっちゃった。これ 0.4 オームで、ね、今出ました。抜き切りました。こんな感じ。0.4 オームです、ね、基本どうでしょうね。ここでね、太さが違うんですよ。こっちね、で長さどうでしょうね。ちょっと待って、下がね 0.27、上が 0.4 オームですね。明らかにこの長さが違います。クラブとなってますね。なぜか黒いんですね。焦げないの、焦げるのが分かんないようになってんのかな。ちょっと音うるさいね。ね、ちょっとこんな感じですよね。でコットンはっていうと、取り残されてますね。ここワイヤーだけクリッと抜いたもんですからね。でコットンね、実際これはコットンは普通に取れます。あの紙、本当に紙なんですよこれ。注射器の針みたいにもいいですけど、ね、ただこれやってるとここのここを傷つけてしまうとまずいんで、まあ、ピンセットでね、ちょっとこう押して出てきますね。ほんとこれなんだろう、これこんなのがね出てきますね。今これ2枚しか出てないようですけど、実際ねこれね重なって、かなり重なってついてますね。こっちは 0.4 オームですね。まあ、実際ワイヤーはこんなんです。ちなみにブログの方でね、そういった好きなレンジだけのところで今、この後コイル巻いて、このプレミアを作るっていうのもあるんですけど、これ賛否両論がありまして、公開するかしないかはまた別になります。海外では結構多いんですけど、国内では果たしてどうなんでしょうね。ちょっと仲間内でも揉めてるというところですね。はい、まあ、実際クラプトンで巻いてみたんですけど、ここから先が全部クラプトンになると加熱しすぎて使えません。やっぱその辺でこう考えて作ってるってところでしょうかね。まあ、カンタル22、これが一般的に世界っていうかね、一般的にリビルドしてる人たちはカンタル22でやってますね。まあ後編できたらば、まあ公開できるようならばしてみますね。ただこれ自己責任なんでね、また公開した時になんだかんだら言われても困っちゃうんで、ちなみにこの辺全部巻き直せるやつですね。簡単に分解できるようなコイルです。今日はこんなところで、はい。